はい、山の話題を信州松本から配信する情報番組、MT チャンネル、第29回目、始まりました。ちょっと画面のバランスが悪い。どうしよう。マチコ、俺たちがやればいいんだ。はいはい。そうだね。BGM OK かな、これ入ってますか入ってますか今回も、BGM 大きいとか、小さいとか、喋りが小さいとかあったら、なんて言うんだっけ、ソーシャルで言ってください。お願いします。すいません、今日バタバタなんですよね。そうですね。始まる前。でもなんとか9時に始まりました。これですね。はい。自己紹介、はい。はい、友人です。今夜もよろしくお願いします。あ、今日それだけ？はい。何か考えてなかった。長野マラソンで、考えていいじゃないですか。38キロ地点から歩いてしまい、それをマチコに見つかり、歩くなと言われてしまった、マコトです。おじいちゃんみたいな顔して、すいませんでした。歩いちゃって話ですよね。フルマラソンで歩いてしまいました。すいませんでした。長野マラソンは、出ませんでした。サブテンです。今度は出たいと思います。頑張ります。去年出ましたよね。そうですね。はい、去年この3人出ましたからね。はい。はい、金曜日にから UTMF に出ます。マチです。ね、UTMF。はい。マチ。UTMF ってなんだっけ ?UTMF というのは、ウルトラトレイルマウント富士の略で、うん、富士山の周りを160キロトレイルを走るレースです。ですね。はい。去年。はい。去年ザネーさんが、ねうん、入賞したレースですね。フルマラソン4回走るようなもんだよね。そんなもんですね。で、山岳地帯ですからね。はい。うん。やだ、そんなの。すごいですよ。フルマラソンでいいわ。ねえ。はい。はい。まあ、トレラン界では今もう注目の話題ですね。はい、そうですね。皆さんドキドキ。うん。はい。村上だったら長野マラソンの話題なんか飛んでますからね。はい。ね、どんどんね、T シャツ、はい、この間販売して、かなり買ってくれたんですよね。ありがとうございました。40枚近く売れたんですよ。はい、で、ゴールデンウィークに行きたいって人がいるんですけれども、前半はちょっと間に合わないかもしれないけど、うん、ゴールデンウィークの後半には、間に合うように。できるように。はい。うん、手配します。アルペン企画さんでしますので。はい。お願いします。で、T シャツのね、100名さん。お、はい。どんどん来てますよ。また増えた。考えてるんだ。T シャツから当たり前じゃないですか。流れがいいですね。番組何回やってると思ってるんですか。29回ですね。梅さんですね。お、東北2つ目。お、岩手さん有名どころじゃないですか。そうですね。それから岩手さん、姫さんってね。はい。加藤様。カトリーン様の、鹿島槍ですね。この前の。そうそう、この間ですね。東尾根ってことか。そう、そうです。はい、またポーズがいいんですよ。セクシーですね。スタイルいいですね、加藤様。そう、しかもカメラ目線じゃないし。あ
何ラー目線ですかこれ。知らないの、こっち。景色がいい方あるんじゃないかな。柱。柱目線。で、ついに、はい、ヤマティ百名山、本州を抜けました。おお、四国です。おお、ガコヤンさんが、剣山。剣山。へぇ、四国で第2の候補ですかね。一番は石土さん。一番は石土さん。うん、確かね。前も投稿ありましたよね。うん、はい。なんか山頂でもなんか言うほどあるんですね。すごい。四国の屋根。四国山脈の感じですかね。はい。なんか嬉しいですね。遠くまで。遠くまで。はい。大阪の方だったのかな。へぇ、うん、そう、西日本全然百名山行ってないんで。で、これで、24だ。おぉ、もう4分の1ですね。4分の1ですね。うん、25座目の人は何かね、うん、ポイントあるかもしれないですけどね。あるんですか、いや、そんなこと言っちゃって。ないかもしれない。それから、ちょっと百名山じゃないんですけれども、ベーグルさん。おー、ヤマティ。ベーグルさん、これフォトコンの。そう、フォトコンテストで、1位の人の、選んだいいコメントくれた人。で、プレゼントさせていただいて、それを着て、ヤマちゃんポーズ。やりたかったって。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。外秩父っていうのかな、七峰重曹。で、そうで、レースもあるし、どんなもんかと思って、まあ、ネットで検索してみたら、42キロぐらい。おぉ。フルマラソンじゃない。そう。同じ日ですよね、確か、行ったの。うん。バコさんが、フル走った人。歩いた日？歩いた日？フル歩いた人？38キロで歩いちゃった。で、なんだ、そう。うん。山道だから、説明、説明ないや、北端みたいなもんですかね。わかんないけど。まあ、その、あれもですね。はい。標高差ね。うん。長いですね。するとね、もう一つ、山じゃないんですけど、スギちゃんがね、セバスチャン。セバスチャン。セバスチャン。そう、山ちゃんとセバスチャンっていうね、ショットで。で、実はこの後ろに、岩佐ちゃんもいるんですよ。あ、ほんとだ。岩佐ちゃん。岩佐ちゃんはなんで山ちゃん。怒られますね。山ちゃん来てないか。岩佐さん、前回ですかね、出ていただきましてね。はい。で、このセバスチャンってのは、誰なんですか？セバスチャンも、その、UTMF に出るために、今回、日本に来日してる人で、あの、カブラギさんとの、なんか、強い友情で結ばれてて、上位争いを、UTMF という、ウルトラトレイル中、モンブランという。UTMB だな。でフランスで、はい。じゃあ、山ちゃんに出るような人じゃないってことですね。山ちゃんに出るような人ないですよ。すごいっすね。すごいっすね。じゃあ、フランスの国民的、なんか、なんていうのかな、代表するランナーって。そうですね。フランスの国民的って言ったら、オランジーナぐらいしか思いつかないですけど。あ、うん。はい。あと、マチコさっきね、はい、日本に来日って言ったけど、重複表現だと思うよ。あ、白い白うさぎ的な。うん。お腹が腹痛みたいな。最後のラストスパートみたいな、ね。最後のラストスパートできないで歩いてた人がいますね。はい、そう。やられちゃいましたね。やられちゃいました。カウンターでね。カウンターで。もうね、あそこ過ぎた、あの辺にいるかなって、あそこにはいないと思ってて、うん、甘く見てたんですよ。うん、去年のユウさんがいたあたりにいるかなって、あの辺を走るから、そしたら、バレました。そんな余裕があるならちゃんと走れないですよ。いろいろ考えられるならね。頭を動かすとね、すごい糖分使うんですよね。うん。あ、帰って走る。無心で走らない。いや、そんな最後走ろうと思って。じゃあ、本日のラインナップ、はい、いきますね。はい。本日のラインナップです。長野マラソンエキスポ。これ長野マラソンの前日ね。前日ね。我々みんなで。はい。山ちゃんブースでしたっけ？そうですね。違うよ。フィールさん。フィールさんのね、新州トレランのところ応援行って、で、同時に山ちゃんのね、この T シャツ飾ったりね、いろいろ派手にやらせていただきましたよ。はい。はい。それからユウさんがいろいろね、お邪魔して、実用動画。あ、そうですね。トレランシューズ編。今回は、長野市のトレマンショップ。うん。あの店長。店長さん。初登場ですね。で、山岳スキーレース、これユウさん出たんでしたっけ？これは今回は私出なかったんで、取材としてね、行ってきました。行ってきましたよ。はい。はい、あと前回好評だったケンケンのインチキトレラン講座。もうバージョン2か。バージョン2です。それから、簡単山飯クッキング、新コーナーですね。そうですね。これ動画作ってますんで。で、実演もね、後でマッチやってくれる
そうなんで。お、はい、食べれるの？食べれますよ。はい。やりますか。あと実用動画もう一つ、全員ウェア。そうですね。甲府の、登山ショップエルクさんの店長やっていただいてますんでね。楽しみに。これ見てから俺長野マラソン走れなかったじゃん。そうですね。どっちですか？レインウェアですか？レインウェア。あ、でも雪だったけどね。雪でしたね。わー、すごい天気で。じゃあ、どんどんね、行きますか。はい、行きましょう。今日ちょっとバタバタするぞ。次は何ですか？エキスポ、エキスポ。エキスポ。長野マラソン。まあ、私が今回、代表して、出てきまして。前日。ありがとうございました。で、前日のね、エキスポで、ちょっと見ますか。はい。今回走り多いですけど、ね、走り多いです。行きますよ、エキスポ、どうぞ。ポニョだー、マちゃんの T シャツだー、マちゃん、マちゃん、ありがとうございました。サブテンとソチエがお送りしました。いいね、楽しい。続きは雨を予想されます。参加者の皆様は MC チャンネルで去年の番組で特集してます。ただ後輩とで協会違って MC チャンネル。どうぞ。おお。一周してきた。なんか、はい、楽しそうでしたね。これね、僕まあちょっと用事やったら3時頃行ったんですけど、はい、結構ね、面白かったですね。ね、でも僕、美しが原のことしか喋れないから、うん、とりあえず来た人に美しが原の話して、うん、こうです、こうです、楽しいですよ。ついちゃう去年の画像は山ちゃんを見てくださいねっていう話でずっと行った。よく喋ってましたよね。うん、結構3時間喋っただけなのに。結構喉を疲れちゃって。熱くなっちゃうんですよ。それじゃあ次の日に影響したから。そうそうそう。そうだよ。そうか。そうだよ。そうか。で、サンちゃんは作るのも元気で。口数多いっすね。はい。で、あれは、はい、なんだったんですか？今回エキスポっていうことで、信州のトレランとかマラソン、フィールズさんがね、扱ってるものを、あそこで紹介すると、PR すると。そういうことなんで、まあ、美しが原あるじゃないですか。うん、当然。なので、まあ、それの広報部長として私は行ってきたんですけど、まあ、ほぼ山ちゃんの話してました。動画撮ったりとかね。でも、それで相乗効果でね、またね、盛り上がると思いますんで。で、みんな来てくれたじゃないですか。そうそうそう。結構ね、派手になったんで、意外と良かったなぁと思いますね。で、なんかね、はい、長野マラソンの前日に長野マラソンの目標タイム何人ぐらい取ってきたんで、30人ぐらい。それ、流れるんですね。ありますんでね、皆さん、いっぱい出てますよ。今日の番組の中で、はい、この番組に縁のある方たち、見つけてはもう無理やりカメラ回させていただきました、ね。はい、お楽しみにしてください。あと、すいません、今日初めて見る方もソーシャルストリームでどんどん絡んできてください、ね、ぜひぜひ、うん、はい、ぜひ気軽に、はい、まあ面白かったですね。もちろん面白かった、うん、で、エキスポの、あ、目標タイムだ、うん、最初の人いますんで、ね、ちょっと見てみますかね。はいはい、どうぞどうぞ。宗介さんです。明日の長野マラソン目標はタイムはどうでしょうか？いや、一応3時間切りということで、サブ3ってことですね。サブ3ってことで、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。山ちゃん、せーの、山ちゃんなっちゃんです。明日の長野マラソン目標タイムはズバリ？目標タイムはありません、はい、感想だけです。感想ということですね。みんながハッピーニコニコに平和に走り切れればいいなと思ってます。はい、山ちゃん。宗介さんです。明日の長野マラソン
ありがとうございました。もうね、はい、次の行きましょう。目標タイムは3時間半一応切りたいです。3時間半切りですね。でもちょっと膝の調子が悪くて今もモチベーションがちょっと下がってますが、はい、明日は息子も走るので息子に負けないようにティーママは頑張ります。山ちゃんよろしく。山ちゃんでおなじみのマッチーさんです。明日の長野マラソン目標タイムはズバリいくつですか？とりあえず4時間を目標にしています。4時間目標ですね。はい、はい、はい、いや山ちゃんはい、はい、いろいろトレマン舞台だね。トレマン舞台ですね。まあ普段はみんな山走ったりしてる方なんでね、マラソンなんですけど今回は、はい、なんかなる方です。なんか長野市の走る人にとってはちょっと、はい、これお祭りみたいなとこありますよね。そうですね、皆さん出ますしね。うん、はい、僕もまあ去年初めて走ったんですけど、ちょっと長野マラソンは出続けようかなと。まあ年に一回フルマラソンでいいんですよ。うん、で当たったら東京マラソン、うん、当たらなかったら長野マラソンっていうスタンスで行きたいなと思ってますんで、はい、でも本当に応援も多いし、うん、走りやすいコースですよね。そうですね。本当にね、あの雪降ってたのに、あの沿道の声援去年と同じぐらいいましたね。雨降ってるのに太鼓叩いていいのかな。ブラスバンドとかいましたもんね。いた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 。楽器濡れたら音変わっちゃうだろうと思いながら。あ、そう。じゃあ、実際走ってる時は雨がもう降ってたんですか？雪です。雪ですか？ずっと雪降りっぱなし？ 2 時間ぐらいしたら、みぞめになって、小雨になって、やんだり、小雨。おばこさんがちょうど17キロぐらいの時はもう、土砂雪、土砂降りの雪で、もうすごい大粒の雪がドカドカ降ってて、ね、すごい寒かったし。で、その、長野マラソン。はい。はい。といえば、長野の、はい、トレマンショップ。あ、トレマンショップ、はいはい。あの店長も出たんですか？店長、サブスリー。サブスリーですよ。サブスリー、はい、はい。ね、天が、女神が微笑んだっていうか、なんか天候ね、うん、むしろ、それをね、逆手に取って、っていうか、うん、寒い方が得意だって言ってましたね。ね、うん、言ってましたよ。お子さん生まれた1回目のレースだったから、頑張ったら。じゃあ、その、トレマン店長の、はい、まあ、今回おすすめのトレランシューズということで、動画がありますので、ご覧ください。はい、どうぞ。山ちゃんをご覧の皆様こんにちは。今日は、まあ、他の新しいシューズでちょっと僕がおすすめするシューズがどんな靴か、ご紹介します。このホカっていう、まあ靴なんですけれども、一応トレラン用なんですけど、見た目すごいごついですけどすごい軽いです。まあソールがすごく厚くて、まあクッションが非常に高いっていうのと、まあ、グリップはもちろんトレイル用なんでかなりグリップ力は高いん で実際自分が使った感じでは、まあ超ロング、スーパーロングとか、あと路面が硬いところとか、まあ林道とか、あとアルプスのロングランとか、そういうところに非常に足裏の衝撃が柔らかいんですごく具合がいいです。まあ見た目はすごくごつく見えますけど、走ると結構ふわふわしてかなり柔らかいんで、硬い路面でもトレイルをこう土の柔らかい道をこう走ってるような感覚で、まあ、じゃあなぜいいかっていうと、やっぱりその下りで、筋肉負担が柔らかい分かなり楽になるんで、どうしても下りで皆さんダメージ受けてしまうと思いますけど、それが非常に軽減されるんで、まあ、一歩一歩は大したことないですけど、やっぱり100キロ100マイルとか、まあ、スーパーロングになってくればくるほどなるべく筋肉ダメージを抑えてあげるっていう、まあ、この靴は、まあ、自分も今使ってますけどかなりおすすめです。一応男性用、女性用、女性用の色違いと一応あります。いかがでしょうか？はい、ありがとうございました。
ホカですって、初めて聞くんですけど、最近来たやつですか ?3 年ぐらい前に、はい、あの、ハゲツネで優勝した外人選手、うん、外国人選手が入ったね。入っていて、ね、それでちょっと有名になって、ここ2年ぐらいですかね、日本に入り始めて。はい、なんかちょっと、ハグとあったかい感じですか?ほかほか?ほかほか?あ、そっちか。あ、それか関係なくて。関係ないじゃないですか。あ、日本のメーカーじゃないですね。日本メーカーじゃないですね。まあ、あの、トレマン店長さん、ご存知ない方いるかもしれないですけど、あの、TJR、ご存知だと思うんですけど、日本海からね、うん、日本アルプスを縦断して太平洋に行けるやつ、うん、あれ2回完走してますからね。で、レースも本当に出まくってますよね。なので、その店長がおすすめする靴ということで、まあ、結構ね、実用動画に使えるんじゃないかということで、今回お願いしてみました。この店長はね、僕、ほんとすごいと思うのが、すごいですよね。自分で履いて、うん、使ってるっていうところが、はい、だからここの店休みのことも多いんですよね。だから、そういうのもありますけど、うん、なんかそれは裏返しじゃないですか。必ず、その、靴を使ってレースに出たり、山に行ってるから、そうですね。その実体験としてね。自分で気に入ったものしか置かない、うん。そうですね。そうですね。だからね、サブついたしね。そうですよ。流れ話。うん。何が入ってたのかな。うん、それはわかるけど。マラソンシューズじゃないですか。ランシュー、ランシュー。まあちょっと、じゃないですかね。うん。ニュートンかもしれないですね。ニュートンでしたかね。へー。いいですね。他なんかちょっと他のなんかトレランシューズとはちょっと一線を画す感じがして。うん、そうですね。うん。だからやっぱりその筋肉負担、ね、下りで受けるやつ、筋肉負担がかなり軽減されるっていうこと。多分、ね、ちょっと履いてみたいですね。一回履いてみたいですね。ね、うん、あの、店内だけだったら履いていいですもんね。そうですね。店内中ぐるぐる。店内階段登ったり。そうですね。はい。はい。それから、スキーの話題。お!スキー。山岳スキー。あ、山岳スキーレースですね。うん。4月の第1週の、日曜日ですか。うん。日曜日ですね。はい。私、ここ4年出てたんですけど、今回はちょっと、取材ということで、行ってきました。なんで出なかったんですか?今回、どうもね、MT チャンネルの方で忙しいんですよ。こっちで集中できなかったんですよ。そしたら、今度、縮小されて、去年来ましたね、和子田ね、取材しにね。で、ゲレンデ内でやったんで、はい、いろんな方出てますんで。あ、店長悪くて縮小されたんですよ。そうですね。ですね。うん。見ましょうね。はい。どうぞ。選手がスキーを担いでつぼ足で登っていきますね。
した。お疲れ様でした。ワンツースリーですか。ワン、はい、ツースリーフォーファイブ。たまちゃん、はい、トップの藤健選手です。3位、三浦選手、伊藤選手です。後ろで溜めるもくそもないよ。だけど、もうね、いくぞ。カルラス、カルラスです。仲良く4番組。はい、ありがとうございました。すごい、ました。すごいですね、これやっぱ登って下るレース、早く言えばそうですね。登って、スキー履いたまま登って下って、登って取ってた時に壺足、スキーを担いで、登って、滑って、またシールつけて、ヨーロッパではかなり、ね、活発な、レースですね。はい。日本ではまだ、なんていうんですかね、そんなに敷居が高いのか、そんなにまだその爆発的なあれはないです。日本国内ではこれが一番の大会。一応日本選手権なんでね。はい。でこれで上位に入った方はヨーロッパのレースに出てね、藤健さん、トップでね行きましたけど、このインタビュー動画なんかありますんで、ね、はい、普通に何人かの方出ていただいてますんで、ね、去年も撮りましたね。撮りましたね。僕行きました。はい、去年はね山岳地帯でね、やったんですけど、やっぱ天気がね、雷鳴ってましたからね。これでおかしいですね、最近天気が。レースの旅に。そうですね。来週やばいよ。来週やばいですかね。なんか最初なんか荒れるとか言って。なんかこう、なんか、気温差が激しい。寒いのはやばいですね。山で寒いと。でも山ちゃん T シャツ着る。山ちゃん T シャツ着る。はい。もちろん持ってくる。どっかでデポしときます。どっかにデポ。ゴールの時に着れるようにするかな。はい。それいいね。何か。ソーシャル来てますかね。ソーシャル来てますね。ちょっと行きますか。ガコヤンさん。四国の。100名さんですね。はい、ここのね。カトリーヌ様の後は厳しい。そんなことないですよ。そんなことないです。いや、もう後の四国ですから。はい。プライマリーさん。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。今夜のオープニングもかっこいい。おー。でも俺たち出てないけどね。素材がないですよ。え、撮影さんが、はい、マッティさん、オシャンティ。ねえ、おしゃれだよね。それに対してマッティさんが、撮影さん、はい、ありがとうさんと。また撮影のダンスもありますからね。はい。そうですね。うん、はい、あとね、山岳スキーの、
はい、こういう上下つなぎのウェアってどこに売ってるの？おしっこに困らないの？って、達也さんが。どうなんでしょうね。レーシングスーツ着たことないんでわかんないですけど、北方、誰か見てますか？スケートとかもね、そうじゃないですか。あ、スピードスここまであれで、長野マラソン走ればよかったって。なんか あれあったかいんですかね。あったかいんでしょうね、多分ね。え、あれもちゃんと防水でってことですよね。とかになってんじゃないですかね、多分ね。あ、ヒロスと長野マラソン走ったんですよ。あたり出てきますよ。お、インタビューとかね。小林洋介さん。あ、洋介くん？小葉ちゃん？あ、小葉ちゃん。じゃあ小葉ちゃんね。負けた。若田さん、長野マラソンお疲れ様でした。はい。前日のエクスポも盛り上がりましたね。コバちゃん負けました。去年はコバちゃんに勝って、はい。で、この間のスカイパークのハーフマラソンも勝って、うん、で、今回負けました。新聞見たら2分負けてました。どっかで越されたじゃないですか。越されたね。多分歩いてる時だと思うんだけど。絶対そうだね。ガンガン抜かれたもん。歩くとね、一気に抜かれちゃいますよね。はい、精進したいと思います。はい。はい。はい。インタビューですか？インタビュー編。いいです。お。行きますよ。はい。どうぞ。おめでとうございます。山ちゃん。北海道から来た三浦さんですね。最後、北海道の伊藤さんと競り合って、1秒差ですか？1秒ないぐらいですね。久しぶりのデータを出しました。はい。1位の藤川さんに次いで2位ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。なんとか、まあ、ちょっと調子悪かったんですけど、はい、最後はちょっと頑張りました。伊藤さん、今日は最後のデッドヒート拝見しました。はい、3位ということで、今日はいいですか？今日はやりました、山ちゃん。仲良く4位ということでカルロス来たいですね。おめでとうございます。ありがとうございます。どうでした今日のレースは？仲良く4位です。仲良く4位ですね。また次頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。また来年も。今日 T シャツ着てないですけど。はい。あ、Tシャツこの下に着てました。山ちゃん、もうダメだ。強かったよ。MT チャンネルでおなじみの平田さんです。今回5位ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日レースどうでした？だいぶコースも短縮されましたけど。そうですね。もうスプリントに近い感じで、亀が得意の僕がちょっと大変でしたし、大変でした。にバグバグで。はい。お疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございます。チャンピオンの藤川選手です。今日も、ぶっちぎり1位で、ゴールしたわけですけれども、はい、今回は津軽池ちょっと早めに入って、訓練トレーニングしたようですけれども、今回の対する意気込み何かあったですか？まあいつも通りベストを尽くしたわけなんですけど、まあ、ちょっと山をメインでこうトレーニングをしてたんで、コースがちょっと短くなったんで厳しいかなと思ったんですけど、なんとか頑張れました。はい。やっぱりこの強さの秘訣っていうのは何ですか？まあ日々のトレーニングを重ねると思います。そういうことですね。ありがとうございました。本当におめでとうございます。もしできたら山ちゃんポーズいいですか？ここは。はい。ありがとうございます。さん、お疲れ様でした。はい、疲れた。今日のレースどうでした？いやまあレーサーとしては楽しかったですよ。やっぱ走れて、スプリット系みたいな。うん、そうですね。運営側としては無事に終われたことはまあ何よりですね。まだちょっと選手いますけど、はい、雷一時はどうなるかと思いましたね。そうですね、走りながらね、もしかしてとは思ってましたけど、鳴り出した時はね、飽きたな、これ途中でやめなきゃダメかなと思ったんですけど、その後雷離れてくれたんで、どうにか良かったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。山ちゃん、初の山岳スキーレースどうでした？ちょっともう楽しめました。山岳スキーというよりゲレンデスキーでしたから。山ちゃん、山ちゃん、同じ食べ物とは思えないよ。女子3人はい、お疲れ様でした。藤川選手っていうのは
何回ぐらい優勝するんですか？確かチャリティーレースが2年前に入ったんで、そこら辺を換算しなければ5回か6回か、すごいですね。自分でもちょっと分かってなかったですよ。何回目でしたっけ、そんな感じでした、はい、強いですね。そうですね、白鵬みたいですね。白鵬、うん、すいません、例えば、ね、日々の勝負、日々の勝負、そういうことですね、はい。いいですか？はい、いいです。やっぱひたすら滑る、滑って登ることと強さの一つ。まずみんななんか山ちゃんポーズやってくれていいですね。そうですね。いつも滑ってますね。あれは、終わったからですか？まあ、一応終わってね、終わって。前はやっぱあんまり話しかけられないですよね。この選手権ですもん ね。やっぱ緊張感すごく漂ってますよね。結構取材とかってありますね、僕らもね。うん。はい。次は何ですか？長野マラソン。はい。はい、長野マラソン。今日はね、長野マラソンの場で散りばめてますから、ね、番組の中で。お目標タイム。あ、目標タイム。3本目の。次は誰かな？折れてるかな？信州戸隠トレイランレース、10月27日開催します。お待ちします。山ちゃん。はい。明日走ります。目標タイムは？2時間38分です。すごいですね、頑張ってください、はい、山ちゃん。はい、小出さんです。目標は？楽しく走ります。山ちゃん。はい、はい、もう一つ行っちゃいますか。お、行ってますか。行っちゃいましょうね。ザクザクとね。明日の目標は？3時間半。3時間10分ぐらい。3時間10分。3時間ギリでしょ。サブ3。いやー、練習不足で。はい、じゃあせーの、山ちゃん。3時間半切れるかな、厳しいかな。下さんです。目標タイムは？3時間15分頑張ってください。はい、山ちゃん。伊藤さんです。明日の目標は？明日は自己ベスト3時間20分頑張ってください。山ちゃん。おー、なんか楽しいですね。いいですね。いっぱい人が出てくるの。みんな結構ね、山ちゃん見てるよって言ってくれたんで、すごく嬉しかったですよ。うんうんうん、はい。ね。来年はちょっともうちょっと早い時間から行って、遊びに行ってね。私、スタート地点の50メートルぐらい先のとこにいたんですけど、うん、山ちゃんって3人ぐらい叫んでくれましたよ。私に向かって。マジかに？はい。俺には誰も言ってくれないよ。山ちゃんやってるのに。まあ、ヤマティもね、ウェア着てて、見えづらかったなったんですけど。でも私、ヤマティ着てなかったでしょ？うん、そう。ゴアのジャケット着てた。マジかよ。しかも、マイケル。マイケル選手。はい、はい。もうなんか、ゴール後、ヤマちゃん T シャツ着て、オリンピックスタジアムの裏を乗せたら、ヤマちゃん見てるよーって言われて。ああ、本当ですか。俺、一回も言われなかった。なんでですかね。うん、マチコに歩くなって言われただけだ。本当に。すごい。まあ、なんて言っていいやろ。ね。多分知っている人のせい、マチコだけだったかもしれない。しんないしんない、本当に。あ、本当。うん、うん。まあ、帽子かぶってたし、ね、私も一瞬わかんなかったです、これで。うん。あ、帽子かぶったの？帽子かぶれって言ったから。うん、ああ、ね、雨入るじゃないですか。うん、ね、うん。で、まあ一応、まつげでカバーできるかなと思ったんですけど。長いんでね。夏だ、夏だ。一応、雨用の帽子。ゴルフ用だけど。うん、かぶったら、はいはい、まあ、そこそこ。うん。よかった、ね。雨の時、かぶります、ね。うん。なんか私が、いたり。はい。さて。はい。大好評企画。お、うん、あ、その方、ケンケン。ケンケンさん。こんばんは、来ました、来ましたと。ケンケン、これからです。あ、こっちの次です。豆動物さん、はい、今日は飲み会で今帰ってきました。肝心の佐賀スキーレースのレポが見られなかったと。ちょうど今終わったとこです。ぜひ、アーカイブでご覧ください。見てくださいね。トランジットもありますよ。シールハギに、はい。じゃあ、インチキな映像を見ますか。第2弾。第2弾なんだけどね、これ。あ、ケンケンのね。ケンケンの。はい。第2弾ですからね。うん。第2弾だと思っていいですか？どうぞ。山ちゃんをご覧の皆様、そして山ちゃんスタッフの皆様、こんばんは。練習不足の走ランナー、K
ケンケンさんです。今日はトレランレースの選び方について学びましょう。ケンケンさんが初めてレースにエントリーした時、20キロが6000円、40キロが8000円、40キロの方がお得と思ってエントリーしちゃいました。でも最近それが間違いだということに気づきました。エントリー量を制限時間で割ってみましょう。1時間あたりいくら？これです。ケンケンさん的にはどれだけレースを楽しめるかが勝負なので、制限時間が長い方が楽しめます。早いランナーさんを見てみてください。ほら、時間あたり参加料がどんどん高くなっていきますよ。損しちゃいますよ。でも一つだけ難点があります。エイドの食べ物がどんどん減っていきます。何も残っていないことも多々ありますけどね。あとゴールはギリギリにしましょう。そうすると地元民の歓迎、ゴールでの大歓声、優勝するよりも大声援がもらえるかもしれません。決してレース終了1時間前くらいの中途半端な時間のゴールは禁物です。その時間帯一番寂しいですからね。大事なのはゴールをすること、そして山のマナーを守ることです。どうせ頑張ったって上位入賞なんてできないんだから、長い時間をかけて写真撮ったりしながら山を楽しみましょう。ケンケンさんのインチキトレラン講座でした。嫌かもしれませんが、またここら辺でお会いしましょう。さようなら。さよなら。はい。ケンケンありがとうございました。ありがとうございました。面白い。面白い。そう。トレランのね、初心者目線で、はい、やってくれてますので、ね、ちょっと山ちゃんトレランで早い人ばっかは多いことありますので、特に僕なんか、もう全然真ん中に遅いとかそんな感じなんで、ほんとケンケンと同じような気持ちで、もうトレランは、もう完走できた、良かったぐらいの気持ちですので、ちょっとね、目線またそうやって変えると、楽しみがね、全然違いますけど、いいですよね。あれ、映画のものを食べるものなくなっちゃうってことあるあるらしいですね、そのレースによっては。ちょっと、まあ、なんか、水とポカリがあるって書いた後にポカリが売り切れてたとか、そういうことあるみたいですね。あまり良くないですね。まあ、良くないですね。まあ、でもトレランね、私もきっかけになって、いただければ。あ、ちょっと待ってください。はい。ちょっとケンケンさん動画途中で固まって終わってしまったそうなんですけど、もう一回行きます。いや、あ、いや、行ったでしょ。いや、今日ケンケンの場合でしょ。ここでも止まってたし。ここでも今止まって終わってしまったんです。多分行けてると思うから、じゃあ最後にもう一回流す。はい。じゃあ、まあ、もしまた見れてない方いたらソーシャルに書き込んでください。多分見れてると思うよ。はい。うん。さあ、最後もここで行ってるから、行ってると思います。はい、ケンケンさんありがとうございました。ありがとうございます。第3弾。またよろしく。お待ちします。写真いろいろありがとう。うん。みんな好きだね。はい。で、ここで登山のために、ちょっとサブテンさんが、おう。はいはい。お友達ですか？お友達、うん、まあ、ジムのトレーナーです。はい。うん、何を言ってきたの？登山に役立つストレッチ、うん、を教えてもらいました。なんか登山するときって準備体操しないで行っちゃう人多いですもんね。ああ。で、これはもう日々やっていただくと、うんうん、それなりにまた効果が上がるので、はい、ぜひ毎日やっていただければ。ああ、いいですね。まず、はい、見ましょう。はい。はい、どうぞ。どうぞ。はい、自己紹介お願いします。はい、安曇野市に、あります、トレーニングジムゼロの丸山と言います。よろしくお願いします。はい。それやっぱりどういう、これはお尻だとか、はい、股関節周り、はい、踏ん張るとき、まあ、登るときにしっかりと体の中心を使えるような、はい、注意点は何かありますか？しっかりこう膝を開いていただくことと、はい、まあ、かかと重心、かかと側で体を支える、あと胸が前に潰れないように、はい、起きた状態でやってみる。90度よりも少し深く行ける方は
できれば下ろしていただけると、はい、いいストレッチになると思うので、はい、下でしっかり一度踏ん張っていただくと、はい、効果がですね、慌てないように、はい、はい、ありがとう。結構きついっすよ。きついきつい。男はね、股関節硬いんだよ。それ落ちます。これで、こうこうこう。あ、ちょっとこれね、あの、もっと手を手順まっすぐ。普通に、うん、中野マラソン後の筋肉痛が痛い。ちょうどいいかもしれない。こういうこと？だそれでまあしっかり90度。だからもっと広く、スタンスを広くした方がいい。疲れてる。これも疲れてるのはおかしい。登山の前にある。それが、そのお尻周りと、この、股関節周り、内転筋とか、そっちの方をしっかり使えるようになると、支えることができるんで。今、サボテンさん椅子ついてないんですよ。まこたはだってこうやって、こうなるからね。普通にやると。こうなってます、ね。こういうふうに。もう、まっすぐ。まっすぐ。まっすぐ。これはなかなかできないです。できないですね。日々のあれですね、やっぱりね。日々の鍛錬ですね。でも、吐く方はうまくできると思う。そうだね。うん、そう、仕事一緒だから。仕事とかも、すごいできる。それで、こう、腕振りやったりとか。うん。お父さん何やってるかわかんないです。ついやそう。あ小さいから、すいません。ちょっとまたこれね、あの、いろいろ、こう、バリエーションというか、はい、まあ、バージョンをいろいろ、他にもね、撮ってきてはいるので。丸山さんってなんか、有名な方って聞いたんですけど。はい、パラリンピックの、はいはい、公式トレーナーとして、バンクーバーに行ってる方。ゼロジムには、あとは競歩の30キロの日本記録保持者のトレーナーとしています。んおじさん。原芳美というトレーナーが、はい。ゼロジムっていうのは何なんですか？は、あの、安曇野にある、うん、まあ、スポーツジムですね。トレーニングジム。うん、そこにはいろんな人たちが来てます。まあ、アスリートももちろんいますけども、うん、あと、今回、長野マラソンの、うん、車椅子の方で、うん、4連覇かかってた樋口選手。方もいるんですよ。あ、中止になっちゃった。中止になっちゃったんで。あ、そうか。そっちはね。まあ、彼も、やっぱり、ゼロジムで。まあ、そういうこと。僕も教わりたいですもんね。はい、走り方ね。マッチも最近お世話になってて。はいはい。はい。5月の6日に、2倍の陸上競技場で。ゴムの日。ゴムの日。そう。うん。なんか言おうとした。え、それはオープン参加していいんですか？そうそう、練習会、無料体験の練習会やるんで。ぜひ。あ、じゃあ走り方。あ、ゼロジムの方に問い合わせていただければ。はい。はい。行こっかな。ちょっと前半山行ったら、うん、後半。実はね。あれは4号。何の話でしょ？何の話かな？あれでしょ？あれ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 。ウィークは僕は、美しがら入ってる。ああ、そうだよね。うん。もう、生まれていくわよ。何の話だろう何の話だろうなんか飲めるし。ああ、飲めるし。傘。ああ、傘。次に進みますよ。はい。はい、まだね、長野マラソンの目標タイム、いう人がいっぱい出てきますよ。どうしたか。ポニョです。私はサーフィンをやるんですけど、山も好きです。山ちゃん。プロサーバーのあっちゃんです。信州の大会みんな来てね。山ちゃんです。明日の目標は、ここに熊だらしてまして、ここね、それでとにかく明日は完走目標です。はい、頑張ってください。はい、山ちゃん、明日の長野マラソン、第15回3時間20分いけるかな。山ちゃん、はい、すいません、最後の方は僕です。あれね、ちょっとね、隣の、フォトクリエイトさんの、バスで、そこで、こっそりやっていいって言ったら、いいですよ。撮り直しまでしたし、ね。そうそう。フォトクリエイトってちょっと言っといてって言われた。フォトクリエイトね。そうそうそう。
カンブリア宮殿見ましたよってすごい喜んでました。綺麗なお姉さんでしたね。そうそうまあ3時間20分切れなかったんですけど、うんはいうん、あとねフィールズの、女性2人出てきましたね、うんうんうん、まあマラソンは走んないですけど、うん、PR してもらいました、うんはい、あとマイケルさん、うんはい、本当になんかもう去年宇治原やったからあの女の子2人とは友達ですもんね。そうですね、はいうん、サーファーでね一人はプロサーファーっていう、あっちゃんの方で、はい、今日見てるかな。すごいですよ、プロサーファーすごいですよ、努力家聞いてますよ、はい、うん、コネの方もねちょっと帰るときはあのハイエースもう車をね。ポニョはあっちゃん、あっちゃんの方がね、いやこれ海の中だと強いんだけどね、自分に上がると、ね、6番目はい、どうぞ。明日の目標は、目標は笑って完走します。山ちゃん、津軽池王子と、お友達の女性お二人です、皆さん明日長野マラソン走られます。せーの、まあ最低でも4時間半切りで、まあ4時間はちょっと無理かなって感じなんですけど頑張ります。頑張ってください。はい、山ちゃんあれ、あ、どうもこんにちは、サチエです。明日の目標は、はい、明日の目標は私は出ません。山ちゃん。ありがとうございました。なんか撮影さんに全部持ってかれたから。持ってかれたもん。もうなんか仕事終わって、夕方6時頃来てくれて、その僕も、撮影さんに会って帰ろうって。うん、待ったんだもん、ね。うん、待ってて、うん。俺初めて会ったんだよ。そうですね。あ、そうなの、ね、初対面ね。嬉しかったわ。うん。私は会い損ねちゃったからな。あ、まだ会ってないんだ。会ってないです。あ、そっか。会ってないですよ。ねえ、なんか差し入れにね、クッキー持ってきてもらってね。うん。はい。みんなでいただきました。うん、俺食べてないよ。食べてない。ほんと？お酒は。あ、ないし。お幸え。やめて。大ちゃん、あの、レーズンバターね、食べてんじゃん。食ってる、あの、一応前日だったんで、ああいうものはちょっと やめとこうと思って食べなかったんだ。そういうことです。あれを食べとけば38キロからの必須だから。だからかもしれない。そうだね。まったく、あの、歩きね。もう、あの、歩きはもう死んだ顔しましたもん。あれ、情けないよ、フルマラソンで歩いちゃうと。だってあの、バボさんくらいのタイムですね。みんな走ってるから。そうそう、うんうんうん。あのタイムね。いないもん、歩いてる。で、ゼッケン言われるんですよ。うん、何番、頑張れっつっても知らない人から。で、そこでマチコが、歩くなーわかった。思わず、わかった、歩くなーって。バレたーって思って。走りました。一番最悪なパターンですよ。ね。ソーシャルどうすかね。ソーシャル、はい。かこやさん、インチキトレラン講座楽しいって。うんですね。はい、うん、楽しい。あとあのプライマリーさん、ストレッチ早速してみましょう。ああ、うん、あの背中を垂直に落とすってことですね、上半身ね、うん。私なんか全然それができなくて、あの膝がつま先より前に行っちゃいけないんですね。だからなんかその棒とか持って、棒とかその支柱とか持って、こうやってこうやってこうやってやると、あんまり多分最初もできないので、ちょっと取っかかりがあるとやりやすいかもしれない。そうかそうか。スクワットもそうですね。それまた今度は。うん、はい、じゃあ。はい、ちょっと僕も本当、もうちょっと早くなりたい、なりたいと思っちゃうから、マラソンで。ちょっとね、まず走ることですけどね。まず走る。練習することです。怒られますよ。練習しないで早く走るにはどうしたらいいかと。走り込みですね、第一歩ね。はい。分かってますよ。簡単、山飯1分クッキー。はい。これは、今回はね、誰か習ったんですよね。そうですね、レシピを、提供、出てきます。で、レシピを載ったら、それを元に簡単な山飯を今後作っていこうと思うんで、うん、もしできたらね、どんどん。まあ、見てください。はい。よいしょ。はい。どうぞ。
王子だ。王子のね、レシピ提供、ね。これは、うまいでしょ。ね、お茶漬けのあれでね。はい。あれだけで、ね、水の、ね、あれだけですよね。量だけ。量だけです、ね、そうですね、うん。あまり薄くさえならなければ、ね。そうだね。うん。塩味効いてね、うん。そのままの、っていう感じでね。で、出てこないんですか？で、今、食ってるんですね。はい。あ、お湯沸かしてないのね。今ね、お湯沸かしてます。はい。わかります、はい。じゃあ、それが美味しいかどうか、後から出てくるってことですね。やりましょうね。はい。わかりました。じゃあ、進めばいいのかな。とにかく、はい、おじ、ありがとう。おじ、まあ、あとね、おじは食べながらね。うん。はい。とにかく、レシピ、こういう山飯、結構、うん、皆さん、何食おうかなって、悩むらしくて、うん、こういうのもいいんじゃないかと。そう、いうことでね、何かを、既製品を使うっていうのを、うん、使って全然違うものになるっていうのは面白いね。うんうんうん、これ面白い。面白い面白い。うん、簡単でね、うん。そうめんとお茶漬けなんて思いつかんのも、そうですね。かなりヘルシーですよ。でも、ヘルシーすぎても、だって、エネルギーにならないと困る。そうですね。だからなんか、うん、入れなきゃダメですね。うんうん、ハムが、ハムとハム。あれはもう、具はもうお好みで、家に合ってるとやったんですけど。うずら買いましたけど。ああ。取りましょう。そう。違いますね。じゃあ、2分間映像いっちゃうけどいいね。はい。実用2分動画。あ、レインウェア編。はい。甲府のエルクの店長ですね。レインウェア。まあ、見ればわかるんですけれども、一つコツ。履きづらい恋愛をどうやったかっていうね、こちらのね、いいですか？いいですよ、どうぞ。山ちゃんをご覧の皆様、こんにちは、山梨のエルクの、中尾と申します。今日は、レインウェアの、着方のちょっとしたコツを教えたいと思います。山に行くとですね、突然雨は降ってくるものです。でそういう時に上着は、まあ、ザザッとザックから出して着れると思います。ただ、ズボンの方はなかなか雨降ってる中の登山道で、靴を脱いで着ようっていうことはなかなか難しいと思うんですけど、そこでワンポイントアドバイス、じゃじゃーん。スーパーの袋でもコンビニの袋でも構わないんですけど、こういうのを1枚、まあ、ポケットなりこの入れといていただいて、ズボンを履くときにですね、まず靴に履かせちゃいます。そしてその後こうすると、あら、簡単、葉っぱの中は汚れなくて済むし、スムーズに履けます。これがないと、靴の中、葉っぱの中でこう引っかかって、なかなか履けないと思うんですけども、このビニールを1枚、登山靴にかけてるだけで、スムーズと、ができるんです。以上、ありがとうございました。また来週。おー、これすごい、すごいね、シンプルでね。うん、店長あんまり自分ではやんないって言ってましたけど、うんでもね、穂高の店長もやる、自分でやらないって言ってよ。これ、いい。ね、うん。かさばらないし、うん、汚れないし、と、うん、いうことで、ビニール1枚あれですね。こういうのちょっと覚えといて、うん、教えて、うん、女の子とかって言ったら、モテるじゃん。そこか、そこだ。雨降らないとな。そうそうそう。だから山ちゃんも見せないといて。うん、見せろよ。横島な感じでね。これいいね、スーパーの風呂。いいね。うん、ね。うん、確かになっちゃうなっちゃう。あ、めんどくさくて、あーってやったことあるもん。なんか汚れちゃって。そうそう。そう、まあね、違う、ありがとうございました。こういうの、今後もね、うん、こういう小ネタといいますかね、うん、実用的な、適宜、してほしいですね、うん。あるもんですね。そうですね。うん。専門家はやっぱり、うん、すごい。あ、マツコね、あれ、俺やってほしい。
はい、テーピングのね、仕方こう。私、今度ちゃんとテーピング教わりに行くんですよ。へ、そしたら、ぜひここで。うん。ああ、いいじゃん。できたら。あ、じゃあ、ここでやろう、ね。ここでやりたいです、ね。特に、あの、捻挫のやつとかね。あ、そうですね。捻挫と膝の痛みとか、やっぱ、山登ってる子どうしてもありますもんね。あ、テーピングいいね。テーピングいいですね。じゃあ、それ、宿題ね。テーピングとあとはですね、ファーストエイドとか、ちょっとした怪我の、できたらいいですね。そうですね。うん、他に何か、なんかあったら。はい、ぜひ、おのおのの専門家。これを知りたいとか。うん、そうですね。それもいいですね。うん、こういう意味で。それ、動画撮ってちゃんと作れますか？ね。で、ここでもやったらいい。うん。うん。まあ、もしここでやるとき、ああ、そうか。このメンバーがやるならここでやればいい。そうだね、はい。いや、その後、こっちでもいいです。20だ。20。長野マラソン、まだ行きますよ。はい。走るね、今日は。走るよ。山の話題ですからね、今日は。なんか、たまにはね。うん。なんか、すごい強烈な人が出てくる。立花さんです。明日、長野マラソン、走ります。目標タイムは何かございますか？はい。3時間を切りたいですね。はい。頑張ってください。はい。谷さんです。ズバリ明日の目標は2時間45分切りを。2時間45分切りですね。はい、頑張ってください。はい、もちろん明日の目標は50位でいきます。わー、山ちゃん、3時間切りますと言いたいけど、まあ夢です。頑張ります。はい、はい、山ちゃん。おい、早い人ばっかり。最初の人すごいですね。ミュージシャンですか？ディッカさんですよね。はい、はい、有名な、超有名な方ですよね。で走ってるんですか？じゃないですか？どうなんですか？先生ですよ、先生。そうですね。お医者さんです。お医者さん。で、あり、ミュージシャンであり、で、UTMF の実行委員の、はい、うん、ね、をやられてる方ということですね。本当に無理なお願いして、本当にすみませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、北沢武道園にはね、ダニさん、ヤマトウマさんね、あとマルちゃんもね、マルちゃんね、最初の冒頭に出てきましたね。みんな早い人ばっかり。新聞の二桁台のところにいましたからね、うん、二人は。ヤマトウマさん50位って言ったけど、目標。52位。うんうん、だから、うん。僕ちょうどすれ違ったんですよ。うん、M-Wave？ うん。はい。のところあるじゃないですか。で、山友さんって言った、あーって、うん、向こう僕のこと分かったか分かんないけど、ちなみに僕は1333位でした。タイムは？時間が？タイムは3時間33分。3つながるんですよ。3が3つ繋がってるの。狙ったんですか？狙いましたよ。で、うまく歩いた。散々だけど。散々。うまいっすね。それからね、前回の放送で大好評だった、サチエの山ちゃんソング。ああ、山ちゃんソング。はいはいはい。もう、やってましたね。そう。長野マラソンの前日のエキスポに、サチエさんが、フィールズのトレランブースに来ていただいて、はい、僕らと一緒に踊ったんですよ。はい。そうです。もう初めから言うけど、グダグダです。編集でどうにかなるっていつも思ってるんですけど、どうにかならなかった。あ、そう。誰が悪いのかをね。はい、見ていただければ。見てください。山ちゃん。はい。どうも。こんばんは、サチエです。あと、ワコさんとサムテンさんと、マイケルさんです。これから、山ちゃんのテーマソングを歌いたいと思います。では、3、はい。チュルチュチュチュ山ちゃん、チュルチュチュチュ山ちゃん、やどうだったっけ、山ちゃん忘れちゃった、山ちゃん、山ちゃん、グダグダだな、グダグダだ。これはなんともならんわ。失礼しました。まあでもね、よかったですね。よかったですね、これ。活気があってね。うん。よかった。これ、エキスポは午前中の人がやっぱ人来てました？
昼前とか昼後とかやっぱピークだったのかね。どうだったんですかね。でもまあひっきりなしで来てましたね。まああのこれ6時過ぎなんですけど、6時過ぎはさすがに人少なかった、少なかったですね。ね、だからね、こうやってね、遊んでられた。遊んでられた。マラソンの前日にこんなことはあって、カロリー消耗して。でも楽しかったね。楽しかったですね。活気があることはいいことですよ、こういうのね。そうそう、そう。と思いますよ。来年もぜひね、ブース出してもらいましょうよ。そうですね。フィルスさんに。はい。で、社長は来なくていいからって言って。フィルスの野田さん、今、初めて知ったかもしれないですね。山ちゃんの衣装とか。山ちゃん色になってるから。見てんのこれ。今日どうですか、見てます。嘘、嘘。フィルス言ってましたよ。怒られないどうですかね。もうしょうがない。放送しちゃったし。でも、ちゃんと PR してましたもんね、美しのことは。いやもう一生懸命。本当に。それは。してましたもんね。本当にやったもん。うん。やりますよ。菅平もね。そうそう。全部喋ったしね。ちょっと怖くしだって。ノブギのことも喋ったしね。踊ってただけじゃないですか。で、実際、長野マラソン。はい。もうできた？ちょっとじゃあ、1分くらいの映像だから流しちゃうね。はい。どんな感じだったか。私がレポートをしたのと、マチコが写真撮ったのをまとめてみましたので、ご覧ください。長野市、大雪です。こんな中、長野マラソンが開催されます。長野市よ。もう帰りたいです。続いて、パートナー1、とりあえず、頑張ります。雪です。はい。まあ、この僕も走ってたし、あれなんで映像、写真は少ないんですけど、まあ、雪の中。あれは、お疲れ様でした。あれはさ、マチコに走れって言われて、走り出した瞬間です。あ、顔がもう死んでたよ。あ、そんなの撮ってたんだね、そんなね。決定的なね。そうですよ。瞬間はね。まあ、でも、雪でね。やっぱり、結構、みんな途中でやめたとかっていう人もいたみたいだし、まあ、逆にトレマン舞台の人たちが、なんか、良かったっていう人もいたしね。じゃあ、ちょっとなんか、料理ができたみたいなんで。はい。お、行きましょう。漬けそうめんね。じゃーん。王子のレシピ提供ですね。王子俺まずかったらまずいって言うからね。いいと思う。いけますよ。こんな感じですよ。中身は。見えないわ。これ、こうやると、出ちゃう。中身は、うずらと、あと、ゆうさんが持ってくれた、焼き鳥缶焼き鳥缶。それはね、たまたま家にあったから、合うかわかんないけど、それはたまたま持ってきたんだけど。そう。で、これちょっと開けて。開けた方が、映るかな。これ何しよう。これ。よっ。今日番組これ最後だね。すいません、進行表の上に、そうめん置いちゃったから。うまく盛り付けてみてよ。汁が欲しいことで。もう、いけられない。うん、あ、そうか。そうなんですよ。難しいね。難しいですね。いいよ、汁がないけど、映ってます？あー、映ってる、映ってる。こんな感じです。卵と。うずらと、焼き鳥が入ってます。味付けは、長谷園さんだけどね。はい、味付けは長谷園さんに全てお任せしてます。だから、もし、まずかったら長谷さんと王子じゃなくて。王子じゃなくて。いやでもそこに鳥入れたのも、あなたでしょ。鳥でも持ってきたのはユウさんですよ。あ、そう。あった、買ったのはうちの嫁さんですよ。
なんでみんな責任転嫁しようの。あ、でも和子さんがグルメで味にうるさいから。いただきまーす。いただきます。食べて。これ食べるかな。タクション。はい。食べてみよう。あ、これ、それ、それ、それ。何それ。食べるよ。食べてんさ。はい。あ。蓋持ったんで。美味しい。いただきます。美味しい、これ。いただきまーす。うん。うまいね。あ。いい感じだね、焼き鳥もね。うまい、うまい。うん、うまいっすね。うんうん、これね、受験生がいる親なんか、夜食にね、いいですよ。そうめん茹でて、お茶漬け入れるだけですから。うん、そうですね。うん、これテスト期間中これだけ食べてる、ね。あ、そうだ、受験生。受験生じゃないですよ。あ、うまいね。王子はこれ水の貴重な山の上でひらめいた、うん、食べるということで、だからこれはお湯は普通そうめん水で切るじゃないですか。うん、茹でると、うん。それも水も全部お湯も使って、うん、とね。水貴重じゃないですか。そういうアイデア料理ですね。うん、料理うまい人ってわかるんですよね。だからこれにこれを入れたらうまくなるっていうのがね。うん、組み合わせね。美味しい。乳麺だよね。乳麺ですね。うん、ね、これ、いいよ。で、そうめん、かさばらないし、うん、軽いし、うん、で、茹で時間早いし。うん。ね、あ、茹で時間早いとは言うね。もう、ガスの、うん、ね、こ、う、れ、ん、考えて。パスタとかだったら。そうね。わかるか。7倍くらい。そうめん1分2分でいいですけど、パスタだと7分くらいかかっちゃって。そうだね。だから、パスタよく、サラスパとかね、うん、そういうやつ。うん、で、今後皆さんもしよかったらこのレシピ提供なんかしてください。うん、ここで紹介させていただきますんでね。で、なるべく待ってます。作れる範囲で。超簡単っていうか、テーマ。これ焼き鳥美味しいね。うまいね。うまい。来てみてくださいね。番組終わりなんですけど。はい。あ、終わりですか。あと、ソーシャル。行って。はい。どこまで読みました？全然読んでないですか？うん、撮影さん。撮影当日雪だったからさ、和子たんもっと遅いのかと思って MW 間に合わなかったんだよね。すげえ早かった、と。MW までは早かった。MW までは3時間15分のベースランナー君よりも前にいました。まあ全然自慢にならないけどね。そうですね。あと、ゴッチさん。あれですね。うん、マロンさんの、群馬の方ですね。はいはいはい、おー。ケンちゃんのインチキすぎるトレラン講座が心配でライブ中にさせていただきますと。終わっちゃったの？終わっちゃった時ですかね。いや、もう、面白いです。前橋行ったら大好きです。はい。会長です、会長。はい。サチエさん、王女やおめし簡単でいいね。毎回乗せてほしいですと。いいね。うん。ぜひ、いろんな方のやおめしが見たいですね。うん、うん、見たいですね。うん。うん、で、来なくなったら王子、助けてね。うん、で、はい、王子。ユウさんだけでなく、マチコも実演してくれるとな、うん。そうめんからも塩分が出るので、お好みで薄めてね、と。あ、そうなの？そっかそっか。うん、でも、ちょうどいいですか？大丈夫ですか？あ、まあ、また。うん、秋彦さん。深沢兄弟の兄さんですね。はい、おぉ、さすが中込店長。うん、ね、おぉ。よかったね、実用動画ね。はい。撮影さん。はい。撮影のパンツ大作戦をぜひみんなに実用動画で教えたい。あ、それ。応募できるかな、それ。うまくなんかパンツを、なんだっけ、脱ぐ方法。ズボン脱がずにとか。マジックですね。坂さん。坂さん。こんばんは、生放送間に合った。間に合いました。ありがとうございます。ございます。まだ番組は続きます。あと、北沢ぶどう園の、山添馬さん。分かってましたよ、と。よかったよかった。すれ違った時ですね、うん。ちょうどね、もうほんと、ギリギリのとこだったんで。うん、あ、そうだったですね。うん、だから僕らが来て。さて、踊り方すでに忘れてしまっていたんだよね。自分で作ったはずなのに。ぐだぐだ。まあでも、ね、あれは、いきなりオファーしたのが、僕らでしたから。帰宅したばかりの坂さんが、夕飯まだ腹減った食いてえと。うん。おそうめんならもう1分2分で茹でれるので、うん、ぜひぜひ。坂さん一人暮らしですかね？
や、どうなんでしょう。男性で。奥さんいらっしゃいます。ああ、男性もいいかなと思って。ああ、そうなんですね。ガコヤさん。マッチさん、UTMF 頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。あきひこさんからも、マッチ親子 UTMF 頑張るよと。ありがとうございます。あ、お父さん出るんだ。父ちゃんも、はい。160? 父ちゃんも160キロ。おー、すみません。156ぐらいだっけ ?161 です、今年は。あ、増えたの、はい、増えた違うんです、ね、今年コースがちょっと逆回りになって、ちょっとコースが変わったので、161キロです。はい。嬉しいね。次回放送にいるかどうか。はい。無事帰ってくれるか。はい。頑張る。カメラ持ってくるか ?GoPro。GoPro ですかでもカメラは持ってきます。持ってくんで。また写真撮って。うん、はい。お母さんですからね。撮ってはい。あと今日は私山手じゃないんですけど。うん。何これあの、お好み屋さんがやってる、ロードからトレランへっていう、やつの、で、T シャツを作って、その T シャツです。宣伝です。へぇー。山手よりどっちを選んだこっちもかっこいいじゃないですか。なんかこっちもこっちもかっこいい。こっちもかっこいい。この前、東京タワーの乗っかってたね。あの、走ってたね。はい。うん、そうです。ロードから取れる。はい、あ、タマさん。あ、タマさん。単身赴任中。あ、単身赴任中。あ、そう。いいですよ。これ、いいですよ。これいいですよ。うん。いいですね。これでも野菜も放り込んで一緒に茹でちゃったりすれば。ああ、いい。野菜も取れるし。いい、いい。うん。いいじゃないですか。バランスよく。はい。これ本当にいいですね。腐らないものですしね。うん。3日目。4日目とか。はい、はい。で、山でね。ああ、山で。山でね。3日目、4日もずっと同じなのかな。全然違いますよ。さて、番組やわらかい。ですけど、はい、次30回ですよ。お、はい。締め。30回。はい。それにあの、Facebook ページも、いいねの数が200回を超えまして。おぉ。はい。すごいね。あれなんか、30回記念して。なんかやんなきゃいけないね。30回出る。出るよ。一回記念。もしかしたら、別の場所でやるかもしれません。お、うん、お、お今知ったみたいな顔してまあね、今の中の、ね、交渉中に、まあ。で、今回ちょっと、まあ僕マラソンばっかやってて申し訳なかったんですけど、山行ってなかったんで、うん、あの、ゴールデンウィークは山行ってきます。走りの話題だけじゃなくて、山の話題を、新週末元からお届けします。今日はね、はい、ちょっとね、山の話題が少なかった。今日本当はゴールデンウィークの写真紹介するって言ってたんですけど、すいません。パソコンがね、いろいろで。いいですかね、はい、言い残したこと。じゃあ、はい、次回30回、来月になりますが、見てください。はい、それでは、さよなら。さよなら。